皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の自宅教室のためのしっかり稼げる教室バイブルのテーマは、継続力は事業を発展させるというお話をしたいと思います。いろんな方私見ているんですけれどもね、コンサルティングでもちろん私自身も私を客観的に見た時に感じているんですけれども、やっぱりきちんと売り上げが上がっていく、ないしは右肩上がりでね、業務がいい状態になっていく方っていうのは、基本諦めない人ですよね。諦めない、あとはそんなにへこたれない、いわゆる転んだっていいんですよ。転んでもいいんだけど、すぐに立ち上がってまた走れるとかね、そういう、感じの人が結果的にうまくいってるなっていうのを感じてるっていうことなんですよね。でそこにはやっぱり長期継続っていうのがどうしても必要になってきていて、私のコンサルティングをねやって受けてくださってるメンバーが、こういう形でねお話をするのもあれなんですけれども、 100% 全員うまくいかせるなんていうことはありえないですね。ただ私が一つ確信しているのは、もちろん自分の実践の結果、データベースから、あと時代のトレンドを加味して、こういう方法がいいよっていうその方向性はそんなに間違っていないなっていう感覚はあるんですね。でじゃあ何なんかって言ったら、その結果と成果が出るのが業種業態と、あと本人の取り組みの量と、モチベーションも含めてなんですけど、それによって、時期が変わってきちゃうんですよね。だからたまたまその市場で求められているものでないサービスをうまく作ることができて、で、逆にないものっていうのは認知させるのに時間かかったりもする時もあるんですけれども、何かのきっかけでブレイクしてしまう場合とかもあるんですね。そうすると、それがうまくいった場合には早くブレイクしちゃうっていうこととかもあるので、コンセプトはすごく大事だっていうことは以前からお話はしているんですけれども、そのうまくいかない時ですね、この時に、その先を信じつつ動いて、もちろん修正とかしながらですよ、一回それをやってみてダメだったら AB テストっていうんですけどね、こう比較しながら、こっちイマイチだったな、でこれでもう一個違うもの持ってきてこう比較してこっちだとか、こういうのを繰り返していくっていうテストはどの道必要になるんですけれども、それをすることによってちょっとずつこう業務改善をしながらやっていく。だからやっぱり諦めてしまう方、続かない方っていうのはうまくいきにくいなっていうふうに思いますね。基本何でしょうかね、心が折れるんですよ、うまくいってないと。だけどそこを乗り越えなきゃいけない時期とかっていうのもあって、その分がむしゃらに量をやるかっていう、覚悟が必要になるんですけれども、それができるかどうかっていうのが、業態どこかの段階でブレイクポイントを迎えた時にガッと上がれるか上がれないかっていうのポイントあるなって思うんですね。あともう一点は継続っていうことで言うと、その諦めないっていうことで頑張れるっていう継続っていうのももちろんあるんですけど、うまくいってこうパッとうまくいった人がこうならないように、こういけるように頑張れるっていうのは、やり続けるっていうことができるかどうか、だからうまくいっちゃうと、ああやったみたいなね、達成感とかがあって、それで手を止めてしまう方とかっていうのも多いんですけれども、基本的には現状維持は衰退と一緒っていうのは私よく言ってるんですけどね。例えばなんですけどね、水の中で足をバタバタさせて前に進めばとりあえず溺れないじゃないですか。だけどじゃあそのまんま普通にやってたら足も動かさないでズブズブズブって沈んじゃいますよね。あの感覚がビジネスってすごく似てるなと思ってて、動いてて当たり前なんですよね。でやっぱり滞ってると、血が巡りが悪くなるのと一緒でですね、滞ってしまう、だから結局その維持でやっと、前に進んでやっと維持で、さらにもっと求心力かけたかったらもっと足ガキガキして前に進まないと前に行かない
っていう感じのイメージがあります。だから一回バーッとうまくいっておーってほっとしてるとすぐに落ちるので、うまくいったそこを境にさらに上がるように努力継続はし続けなきゃいけないので、すごく根気がいる作業が、まあ、個人事業のビジネスの場合は、まあ、必要なのかなと思うんですよね。もちろん一回軌道に乗せると集客が楽になるっていうのは間違いないし、ちゃんとロジックに沿った形で集客を上手にできていればですね、ある程度自動集客っていうのができるようになるので、アイテムが増えれば増えるほど、アイテムっていう方はあれかツールですね、集客できるツール、まあ、例えば今で言うと SNS の、サイトいっぱいあるじゃないですか。あれもツールの一個ですし、あとはまあやはり集客のインターネット集客の王道っていうと SEO キーワード対策ですね。これがまあできて、今はどっちかというと両方両輪で上手に回していくのがいいかなっていうふうに思っているし、あとさらに私の戦略ではウェブに世の中が傾注しすぎている、傾注しすぎているので、アナログ戦略も今だからこそ言ったらいいのかなっていうのも最近感じています。具体的に言うと、まあ、手書きのはがきとか、ニュースレターとか、まあ、そういったアナログチックなものとかね、それも必要になってくるのかなって感じているのが最近の傾向です。だから、前にずっと進み続ける努力をするっていうのは、まあ、継続力他ならないんですけれども、これ案外根気がいって地味な作業なんですね。だけどその、まあ、地味な作業ができるかどうかっていうのはやっぱり数年後とかに大きく差がつくところになるし、その諦めないとか折れないマインドを鍛えていくっていう意味でも、まあ、継続力っていうのは一つ重要なポイントになっていくかなっていうふうに思っておりますので、何か一つでもいいから、毎日例えばやる継続習慣とか、これはやるぞって決めたものをきちんとやっていくっていう、そのあたりはね、自分を甘やかしすぎないっていう、そういう施策が必要になるかなと思いますので、今の自分を、どんな感じでやってるのかなってことも合わせて振り返ってみる機会にしてみてはいかがでしょうか。ということで、本日のテーマでした。